はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、今回はタティスジュニアの昨日の衝撃の契約延長について話していくわけですけれども、昨日パドレスのスーパースターのショートであるフェルナンド・タティスジュニアがチームとなんと14年総額3億4000万ドルの超大型契約に合意したと報道されましたね。日本円にしてだいたい350億円、360億円ぐらいになるような、まあ途方もない金額ですね。タティスジュニアは先日22歳の誕生日を迎えたばかりですが、今回の契約は彼が35歳となるシーズンまでカバーします。ちょっとあまりの契約の規模感にこのニュース見た時は思わず変な笑いが出てしまいましたね。それにしてもこのオフのパドレスはブレイクスネルですとか、それからダルビッシュ選手の獲得など積極的に補強に動いてチームの強化に努め、オフの主役だったことは誰の目にも明らかだったと思いますけれども、スプリングトレーニングも始まったこのタイミングで最後の最後にとんでもない爆弾を投下していきました。このオフのパドレスには本当に驚かされるばかりでしたね。ただ今回のタティスジュニアの契約延長に関してはちょっと高すぎるんじゃないかという声も結構出ているんじゃないかと思っています。本当に今回の契約は高すぎるのかというところも含めて今回は話していこうかなと思っております。その前に簡単に、まあ皆さんご存知かとは思いますが、タティスジュニアについてご紹介しますと、22歳ながらすでに MLB のスーパースターの呼び声が高いショートで、昨年は21歳のシーズンにして59試合で打率2割7分7厘、ホームラン17本、そして OPS は9割3分7厘とチームの主軸として活躍し、リーグの MVP 投票では4位、そして各ポジションの優れた打者に贈られるシルバースラッガー賞もタティスジュニアは受賞しました。カージナルスとのワイルドカードシリーズ第2戦では劣勢のチームを救う2本のホームランを放つなど印象的な活躍も多い選手ですね。ただ昨年はそもそも短縮シーズンのため59試合の出場で、また MLB デビューした2019年も怪我の影響で84試合にしか出場していないため、まだ162試合をフルで戦った経験がなく、それだけに今回の超大型契約は球界に衝撃を与えることとなりました。まだフルシーズンの経験がない選手に対して14年総額3億4000万ドルの契約はチームとしてもかなり思い切った判断だと思いますが、一方ですでにチームの顔、 MLB の顔となりつつあるタティスジュニアに対してパドレスは今回の契約で最大限の誠意を示すことができたのではないかと思っています。それだけチームとしては彼の今後の活躍を信じて疑っていないわけですからね。でそんな今回のタティスジュニアの契約ですが、契約総額で言えば MLB 史上3番目に高い契約となりました。1位のマイク・トラウトが12年総額4億2650万ドル、そして2位のムーキー・ベッツが12年総額3億6500万ドルですから、トラウトにしてもベッツにしてもこのまま順調にいけばおそらく殿堂入りするであろう2人に次ぐ契約を今回タティスジュニアは22歳にしてゲットしてしまいました。というかこのオフの FA 選手と比べてもジョージ・スプリンガーがブルージェイズと結んだ6年総額1億5000万ドルが最高ですから、それをはるかに超える契約を契約延長という形で手にしているわけですね。タティスジュニアは年俸調停の資格をまだ持っていませんでしたが、今回の契約延長は年俸調停前の選手としてはもちろん史上最高額の契約で、これまではトラウトの6年総額1億4450万ドルが最高でしたので、タティスの契約はその記録を倍以上塗り替える結果となりました。これだけでもいかにとてつもない契約を今回パドレスがタティスジュニアと結んだのかがよくわかるかなと思います。タティスジュニアとチームの契約延長の話については、実は1月頃から話自体は出ていたんですね。パドレスの AJ プレラ GM が MLB ネットワークのラジオに出演した際に、オフの序盤はチームの強化に専念し、それからタティスジュニアを巡る状況に着手したかった。すでに予備交渉を始めていて、シーズン開幕までに何かしら形にできたら良いと語っていましたけれども、そこから2ヶ月も経たないうちに契約延長をまとめてきたわけですから、プレラ GM の仕事の速さには思わず感心してしまいました。プレラ GM が言っていた通り、オフの序盤はチームの強化、特に先発ローテーションの大幅強化に動き、同じ地区の絶対的王者であるドジャースを追撃する体制を整え、そして新年が明けてから実際こうしてタティスジュニアとの契約延長にこぎつけた。GM の仕事としてはほぼ100点満点に近いような内容だったのかなと個人的には思っています。チームの思惑通り開幕までにタティスジュニアとの契約延長をまとめることができましたが、ただ今回の契約について SNS などで見た感想としてちょっと高いんじゃないかという声を結構見ましたね。確かにタティスジュニアは、まあ、冒頭でも少し触れましたけれども、まだフルシーズン162試合プレーした経験がない選手ですし、昨年も60試合のシーズンながらシーズン終盤の9月に OPS7 割1分4人と少し息切れしてしまって、結果的にこれが MVP を逃す要因にもなったのかなと思っています。
ショートという守備負担の大きいポジションを守りますし、またタティスジュニア自身2019年を見てもそこまで怪我に対する体制がまだあるとは言い難いと思いますので、この懸念自体は至極真っ当かなと思っています。またタティスジュニアはそもそもショートにこれからも残れるのかというところが一部では不安視されていまして、昨年こそ OAA アウトアボブアベレージという守備の指標があるんですけれども、こちらがプラス7で守備面で充実したシーズンを送りましたが、ただ2019年はこの OAA がマイナス13と平均を大きく下回る水準の守備で、彼のショート守備についてはまだ評価が分かれているところなんですね。ショートであれば彼の打力は非常に魅力的ではありますが、他のより守備負担の少ないポジションに移ることとなってしまえば、彼の打力の価値は多少なりとも下がってしまう恐れはあるかなと思っています。さらに14年という非常に長期間の契約期間もまた懸念として上がっていましたね。贅沢税の計算上、契約の1年あたりの平均額である2430万ドルがこれからパドレスのペイロールに毎年乗っかるわけですけれども、決してお金がないわけではないものの、かといってお金持ち球団とまでは言えないパドレスの財政状況で、マニー・マチャド、エリック・ホズマーとの大型契約も残る中で、さらにこれから14年間このタティス・ジュニアの契約の額が入り続けることは決して無視はできませんし、また今回のタティス・ジュニアの契約には全球団へのトレード拒否条項が含まれているようですので、将来年俸負担が重いからトレードしようにもなかなか簡単には実現できないような契約となっているんじゃないかと思っています。このオフ、ロッキーズがノーラン・アレナドをトレードするということがありましたが、大きな年俸負担を負いながらも、さらに選手の価値にはあまり見合わないパッケージしか得ることができませんでしたよね。タティスに関しても将来的に同じような展開となってしまっても全くおかしくはないですし、そう考えるとやっぱりタティスジュニアのこの契約は高すぎるんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますけれども、ただパドレスが考えているように、タティスジュニアが今後もパドレスで活躍する前提に立つのであれば、この契約はそこまで高くない可能性があります。タティス・ジュニアが本来 FA を取得する予定だった2024年のシーズンオフまでは問題なくショートでプレーできていたという前提を置きますと、おそらくこの契約を結んでいなかったらタティス・ジュニアはフランシスコ・リンドアのような年俸推移をたどっていたのかなと思っています。タティスは今回 MLB2 年目が終わった時点で契約延長を結びましたが、こちらに同じように MLB3 年目以降のリンドアの年俸推移を載せました。リンドアは年俸調停の資格を初めて得た年で年俸1055万ドル、2年目が1750万ドル、そして3年目つまり今季メッツと結んだ契約になりますけれども、今年は2230万ドルを得ていまして、 FA となる前の時点でだいたい1億500万ドルぐらいの金額を手にしているんですね。でそこから FA として長期契約、大型契約を結んでいくわけですが、10年総額2億3500万ドル以上の契約となると見込むのであれば、14年間の総額が今回の契約総額の3億4000万ドルを上回りますので、このタティスとの契約はお得ということになりますよね。リンドアの場合、今季オフまでにメッツかまたそれ以外の球団かは分かりませんけれども、おそらく3億ドル、はたまた4億ドル近い契約になる可能性もあるでしょうし、少なくともリンドアを2億3500万ドル以下で獲得できたら、それはもう十分バーゲンですよね。タティスについても今のような活躍をある程度続けることができれば、同様のことが言えるでしょうし、仮に外野に移ったとしても、タティスのバッティングですとか、それから運動能力を考えると、それこそ同じように内野から外野に移ったムーキー別のようなキャリアを歩む可能性もなくはないと思いますので、タティスの活躍を信じているパドレスにとってはむしろ今回の契約はバーゲンという判断だったのかもしれませんね。もちろんこれらは全てタティスジュニアが今後も活躍するという大前提があるわけですが、チームとしては彼を信頼していることの証明を今回の契約でしました。タティスについては先ほども説明しましたけれども、仮に外野などに移ったとしても彼の運動能力ですとかそれからバッティングを考えますと、おそらくそこまで彼の価値を傷つけないのではないかと思っていまして、結局のところ同じようなキャリアを歩んだ別クラスの契約を得る可能性はあったかもしれませんね。あとはどれだけ稼働できるかという問題になってきますけれども、タティス・ジュニアの怪我の問題は引き続き彼につきまとうと思いますが、彼の魅力であるダイナミックなプレーと、それから怪我をせず安定して試合に出続けることの、この両方をうまくバランスをつけながら今後プレーできるといいですね。パドレスはこれからタティス・ジュニアと共に戦うことを決めたわけですけれども、まだ成し遂げることができていないワールドシリーズ制覇に手は届くのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。